長所右皇。に剣と木を導き、経山に至り、河を越えました。古皇と来種に至り、大学まで達しました。市中と石上に至り、大奥まで行きました。大鉱山と鉱山に至り、滑石に入りました。整形、修行、長所に至り、大化まで行きました。有事、外法、東博に至り、 バイビに達しました。波長を導き、経山に至りました。大砲に至り、大別に達しました。瓶山のように至り、高山に至り、急行を過ぎて不宣言に至りました。弱水を導き、豪霊に至り、その余波は流砂に入りました。黒水を導き、山木に至り、南海に入りました。火と石石を導き、龍門に至りました。 南に至ってカイン、東に至り市中、また東に至って盲信、東を過ぎて洛西に至り、大肥に至りました。北を過ぎて洪水に至り、大陸に至り、また北に向かい9つの川に広がり、逆化として合流し、海に入りました。波長を導き、洋に流れて寒となり、また東に騒楼の水となり、山勢を過ぎて大別に至り、南に入って洛になりました。 東に向かい、開拓となり、さらに東に北港になり、海に入りました。林山を導き、東にだとなり、また東に霊に至りました。急港を過ぎて東梁に至り、東北に向かい海と合流し、東に中港に入りました。海に入りました。飲水を導き、東に流れて生となり、蚊に入り、溢れて慶となりました。 東で東急の北を出て、また東に蚊に至り、また東北に向かい分に合流し、さらに北に向かい、東に入って海になりました。Y を東北から導き、東に首都圏に合流し、東に入って海になりました。を長祖と共に導き、東に方に合流し、また東に K に合流し、さらに東に室所を過ぎて川に入りました。 楽を有事から導き、東北に向かい、関と天に合流し、また東に向かい、伊に合流し、さらに北東に入って川になりました。九州は相互に連結し、潮が存在し、九つの山が繁栄し、九つの川が源を流れ、九つの沢が水をため、四つの海が合流しました。六つの府が学問を奨励し、土地が交流し、 慎重に財産と租税を管理し、すべてが三つの分類にまとまりました。中央の国が土地と姓を授け、皇帝の徳が台座となり、皇帝の指導の下で信仰されました。500里の伝服地域、100里の秩序ですべての功能を収め、200里の地域では秩序を収め、300里の地域では活服を収め、400里の地域では属を、500里の地域では米を収めました。 500里の幸福地域、100里の地域では人材を選び取り、200里の地域では断法が収められ、300里の地域では諸行が存在しました。500里の水福地域、300里の地域では文教を重視し、200里の地域では武衛が活動しました。500里の洋服地域、300里の地域では意が収められ、200里の地域では才が存在しました。 500里の幸福地域、300里の地域では番が住んでおり、200里の地域では龍がいました。東は海に切り、西は龍砂に覆われ、作と南の声と教えが4つの海に届きました。うは原型を授かり、その成功を告げました。